こんにちは、キーです。今日はですね、デッキの基本エネルギー光らせたいけどどれにしようかなと悩んでいる人向けにですね、基本エネルギー見比べていこうという動画を撮っていきたいと思いますと。ちょうど手元にね、基本等エネルギーがいっぱい種類あったんで、と言いますか、まあ僕が実際これ等エネルギー光らせようと思って悩んだ結果なんですけど、揃ってるんで、こいつらで見比べていこうと思います。ということでね、まあ皆さんの基本エネルギー選びのためになれたらなと思っておりますということで、まあ実際ね、光ってるエネルギーって他にも何種類もあるんですよ。まあ例えば UR とかあるんですけど、まあ UR バカ高いんで、まあ買えなくて、あと他にはね、ホロンエネルギーって呼ばれる、まあ結構有名な光ってるエネルギーがあるんですけど、これのね、見た目がね、僕ね、あんまり好きじゃなくて、まあ好きな人いたらごめんなさい。エネルギーのね、マークがでかすぎて、まあ全然魅力がわかんなかったんで、まあ買ってないんで、まあちょうど手元にないんですけど、まあこの子に揃ってるエネルギーたちは、まあ相場がだいたい1000円以下で買えるようなカードたちなんで、まあ揃いやすいかなと思います。ということでね、こいつら5枚5種類で見比べていこうと思います。はい。ということで、右側がね、新しいカードなんで、右から見ていきたいと思いますと。よいしょ。まずはこちら1枚。基本等エネルギー、サンムーンレギュレーションのミラーカードですね。はい。まあ、ミラーなんで、キラっていうかどうかわかんないですけど、まあ、とりあえず、エネルギー光らせようと思って、真っ先に、まあ、思いつくと言いますか、手軽に入るエネルギーといえば、まあ、ミラーかなと。まあ、こちらはサンムーンレギュレーションのミラーのエネルギーなんですけど、僕結構実は好きで、まあ、理由が僕エネルギーカードはシンプルであればあるほどいいと思ってるんですよ。こちら、まあ、歴代のエネルギー見比べてみても、これ真ん中にマークがあるだけというめちゃくちゃシンプルなデザインで、僕これ結構好きなんですよね。歴代の基本エネルギーの中でも。まあ、そこがいいところなんですけど、ちょっと残念なところがありまして、僕の中でここですね、この基本等エネルギーって文字がデカデカとバー付きで書いてあるのが僕あんま好きじゃないんですよね。この昔のエネルギー見てみると、基本等エネルギーって書いてなかったり、まあ、サンムーンからこのバーみたいなのがね、飛び出してるんですけど、がなかったりするんで、これがね、結構目立っててね、あんま好きじゃないんですよね。下もね、なんか飛び出してるしね、ほら。下もサンムーンレギュだけバーが色ついて出てるんで。これがちょっと残念かなと。フレームがでかいのと、なんか文字がでかいっていうのがね、僕はあんまり好きじゃないんですけど。まあデザイン自体は一番シンプルで好きですね。はい。ということでした。続きまして、こちらサンムーンレギュレーションの、同じサンムーンレギュレーションのカードなんですけど、SR ですね。はい。まあ SR 仕様の、なんていうのかな、この、ホリホリしてありますと。ガタガタ、ガタガタしておりますと。光り方はね、まあ、派手ですね。本当に SR 仕様って感じですね。うん。まあ、これはこれで、まあ、さっき言った文字がでかいのを除けば、かっこいいんじゃないかなと思いますね。このタッグチームの、なんていうのかな、カッコマークがデザインされてるんですけど、まあまあ、この光り方と結構マッチしてて、悪くないかなと思います。はい。続きまして、こちら。これが2009年のレジェンドシリーズのエネルギーですね。今にはない、この昔ならではのラメラメした、ラメラメした、なんか雪みたいな、キラキラですね。懐かしい。これ非常に綺麗ですね。このね、デザインのいいところは、まず結構シンプル、これ。なんていうのか、三方向に白いのが伸びてますけど、これ、昔からやってた僕としては、結構、慣れ親しんだデザインで、まあ、実はですね、ちょっと待ってください。等エネルギーがなくて申し訳ないんですけど、これ、2003年かな？古いデザインのエネルギーなんですけど、これ昔三方向。で、その次、これ、ダイパ世代。たらこのなんか丸カプセルみたいなのにエネルギーが入っちゃって、うわーこれシンプルなのが好きなのになんか余計なもの追加しやがってって思ってたんですよ。でその次出たのがレジェンドシリーズで、再びこのカプセルが取れるというね、
ぱり、まあね、元に戻ったといいますか、まあ昔この世代でやってた僕からしたら結構ねこのデザインシンプルで好きなんですよ、はい、伝わったかな。で違いはね、この縁がレジェンドシリーズは、チームに寄せますか、よいしょ、レジェンドシリーズはこの周りがなんていうのかな、古びたと言いますか、ちょっと黄ばんだ、言い方悪いですけど、このレトロチックになってるんですよ。これは結構いいですね、僕としては。かっこよくないですか。僕結構好きなんですよねこれ、うん、上品でいい感じですね。光り方も実に綺麗、これ割とおすすめですね。まあ、難点は、まあ、ここに基本等エネルギーって日本語が入ってるのがね余計かなと思います。っていうのはね、昔のデザインは書いてないんですよ、文字が。ということで次見ていきます。こちら DPT プラチナ世代ですねのカード、2009年、同じ2009年なんですけど、こっちの方が古い世代です。こっちはまあさっきも言った、まあ、カプセルが余計だなぁと思ってた世代のカードなんですけど、このキラキラ見てください、めちゃくちゃ綺麗じゃないですか。これね、めちゃくちゃ綺麗なんですよ。本当に。見たら、実物見たらもっと綺麗なんですよ。まあ、いいところはさっきも言った、ここに文字が入ってない。もうシンプルイズベスト。はい。比べてみますと、こっちのいいところは、周りの縁がかっこいいのと、シンプル。カプセルがないと。こっちのいいところは、文字が入ってないと。で、まあ、同じ光り方のように見えて、わかりますかね？この感じ。なんか見た感じ、この、カプセルバージョン、こっちの古い DPT の方がなんか派手にキラキラしてるんですよ、本当に。とこっちは角度的に、この角度だとわかんないですけど、こう一箇所、一つの角度、こうキラキラって感じなんですよ。わかるかな、一回この角度でしかキラキラしないって感じなんですけど、こっちはねキラキラの角度がこう2種類ぐらいあるんですよね。わかるかな、結構いろんな角度から見て、なんていうの、キラキラが動くというか、角度ずらすと、あ、こっちが光るみたいな。伝わらないな。こっちは一つの角度からしかキラっていうのを味わえないんですけど、こっちはキラの角度が二つあるんですよ。伝わるかな？ちょっとカメラじゃ伝わりづらいですね。なんで、なんかこっちの方がね、光ってるように見えるんですよね。はい。ということで、同じキラキラの光り方に見えても、こっちの DPT シリーズの方が、まあ、派手なキラキラになっているって感じですね。で、最後、こちら。これは ADV シリーズ、ルビサファー世代、方円地方の世代のキラキラエネルギーとなっております。こちらのデザインね、他のものと比べて結構ね、もうなんていうのか独特というか、今までにないデザインで、まあ、めちゃくちゃかっこよくないですか、シンプルに。これ昔から僕一番かっこいい基本エネルギーはこれだと思ってたんですよ、本当に。一番昔はもうこれが一番かっこいいエネルギーだと思ってたんですよ。特徴としては他の世代よりこの真ん中のイラストが小さい。で、まあなんといってもこの背景がなんて言うんだろうな、このなんかドットみたいなのが入ってるというね、なんか独特のデザインで本当にかっこいいエネルギーですね。しかしちょっと今までのと比べて、これ同じこの昔の光り方なんですけど、キラキラ具合が背景が暗いせいかあんまり目立たないんですよね。うん。なんで、キラキラさで言ったら、過去のこっちの DPT とレジェンドシリーズの方が派手ですね。はい。ってな感じですね。よいしょ。参考になるかどうかわかりませんが、他の種類のね、エネルギー持ってるやつ持ってきました。はい。こちら ADV シリーズの雷と草ですね。まあ、こっち結構かっこいいな。うん。こっち等エネルギーより合ってますね、なんか。等エネルギーだと、なんかこの真ん中のマークが、なんか浮いちゃってて。うん、そんなかっこよさは感じないな。ただこの草、雷、かっこよくないですか？うん、僕だけかな、そう思うの。うん。全然かっこいいですね。こちらはですね、あの、DPT シリーズの、このエネルギーですね。めちゃくちゃ綺麗。めちゃくちゃ綺麗。うん、これだとわかりやすいかな。まあ、ちょっとエネルギーの色が違うんでね、参考にならないかもしれませんが。
ほら。やっぱりね、一番光ってるのはこの世代ですね。この世代、ほら。DPT シリーズのキラが一番光ってるなと思いますね。ということで、見比べてきたんですけど、ここで僕の中のね、今の暫定1位といいますか、一番好きな基本エネルギー、発表していこうと思いますと、アッキー的ランキング第1位は、ダガ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 ダーン。DPT シリーズですね。これ本当に昔はこのカプセルが登場した時、本当に、もう昔の世代はですね、これから、これになった時は、このカプセル余計だなぁと思ってたんですけど、これ光ってたら全然気にならないですね。もうむしろなんかちょっと背景が白くなって、キラキラを目立たせてくれてると言いますか。もう本当にこのキラキラと一番合ってるかなと思いますと。で、第2位はこちらですね。はい。じゃじゃん。ADV エネルギーですね。まあなんといってもデザインが独特、かっこいい感じですね。うん。で、第3位が、こちらですね。レジェンドシリーズですね。キラキラ具合だと、この DPT に劣るし、まあ、この、文字が入ってるのが余計かなっていうことで、僕の中で3位ですね。ってな感じですね、僕の中では。はい。ということで、いかがでしたでしょうか、と。誰かのね、基本エネルギー選びのね、ためになれたらなと思います。はい。ここにね、ちょうど光ってない、カードも用意したんですけど、どうですかね。やっぱ枠が一番かっこいいのはこのレジェンドシリーズですね。サンムーンレギュレーションだとなんかもう本当に文字余計だなって気がしませんか。こう見比べたら、文字が目立ってて余計な感じがしますね。でこっちカプセル、やっぱりカプセルはね、やっぱない方がいい気がしませんか。これ見たら、基本エネルギーのかっこよさで言ったら、これかな。まあ、文字入ってるのがね、って感じですけど、はい。まあでもこれ好きですよ。本当にシンプルで。で、糖エネルギーはなかったですけど、この、今の想像、シールドレギュレーション、僕、糖持ってなかったんですけど、これも結構いいですよね。ふわってね。ふわっての感じで。ふわって。シンプルなのに、ふわって感じ。わかるかな。まあまあ、相変わらず文字はでかくて、まあ、フレームが灰色になってますけど、あとなんか、立体感のないエネルギーありました。はい。これ何なんだろうな。これは、ADV シリーズの時のやつだと思います。はい。多分、ホロンエネルギーとか言われてるやつの、あれかな、光ってないやつかな。で、その他なんか持ってた種類のやつ。これ、レジェンドシリーズの後半のやつだったかな。このなんか、ポケモンが一緒に描かれてる基本エネルギーがあるんですよ。これね、まあまあまあ、好きな人もいると思うんですけど、これ、なんか本当に描かれてるポケモンのデッキにしか入れれなくないですか。これだったら、エーフィーしか入れれなくないですか。エーフィーデッキにしか。だから結構選ぶなと。本当に AP デッキ組んだ時はもうこれ、ぜひとも採用してほしいなと思います。あとなんかこれいつのかわかんないけど、2009年結構古いな。なんか渦巻きの、なんか独特なやつですね。なんとも言えない。あんまりかっこいいとは思わないな。はい。これなんですかね。これは、2006年、DPT の世代のジムプロモっていうのかな。ここにちょっとだけ文字が入ってるっていうですね。まあまあって感じですね。ってな感じでした。はい、おまけでしたこれ。はい、ということで、まあここまでご視聴いただきありがとうございました。未来でまた会いましょう。バイバイ。